斉藤の富山雄一です。バブルボブルフォーフレンズディレクターの戸崎剛です。今回は皆さんにバブルボブルフォーフレンズの最新情報をお伝えしたいと思います。バブルボブルは1986年に発売されたパズル要素のあるアクションゲームシリーズです。昨年から今年にかけて任天堂スイッチ用ソフトとして各地域で発売されたシリーズ最新作のバブルボブルフォーフレンズは世界で10万本を突破しています。そんなバブルボブルフォーフレンズ、プレイステーション4版の発売、そして任天堂スイッチ版のアップデート時期が2020年11月に決定しました。 PS4 版には現在発売されているスイッチ版の全ての要素に加え、11月のアップデートで加わる要素が最初から収録されています。そのため PS4 版にはサブタイトルをつけることにしました。タイトルはバブルボブルフォーフレンズスカルモンスターの逆襲です。PS4 版の発売、そしてアップデートに伴い、オリジナル版のバブルボブルに登場した無敵の敵もキャラクタースカルモンスターをフィーチャーした新エリアが追加されます。新エリアはなんと100ステージ、オリジナル版のバブルボブルと同じようにステージ1から100まで続けてクリアしていきます。それでは今回が初公開となる新ステージをお見せしたいと思います。スカルモンスターは壁を通り抜けてバブルたちを追いかけてくる無敵のキャラクターです。本作にもオリジナル版そのまんまの見た目で登場します。ただし本作ではスカルモンスターは専用ステージに最初から配置されています。中には大量のスカルモンスターが登場するステージも用意しています。スカルモンスターのいる恐ろしさや楽しさをより感じていただけるよう工夫しました。通常のエリアで物足りなさを感じていたお客様には、アップデートによる新エリアでより爽快感と達成感を感じていただけるようデザインしています。最後の100ステージ目に待ち構えるボスについても楽しみにしていてください。またステージの増加以外のアップデートも現在開発中です。詳細は続報をお待ちください。なお本作ですが、日本については対等配信ですが、欧米についてはインゲームズとストリクトリーリミテッドゲームズからの配信になります。5月に行ったイラストコンテストの結果ももうすぐお伝えできると思います。楽しみにしていってくださいね。今回さらに新発表があります。バブルボブルのメインキャラクター、バブルが主役を務めるパズルゲームパズルボブル、その VR 版を企画中です。こちらはサビオ社との共同開発になります。今回は開発中のイメージ画像を少しお見せします。パズルボブルらしい可愛らしい世界観の中で 3D になったパズルボブルが楽しめます。台東サウンドチームズンタダの書き下ろし楽曲も入る予定です。こちらはオキュラスクエスト向けに進行中です。以上、バブルボブルフォーフレンズの最新情報、そして VR 版パズルボブルの発表でした。今後の最新情報は公式サイトや公式 Twitter でお伝えしていきます。ご視聴ありがとうございました。